8月12日、東京、将棋会館において、第34期竜王戦挑戦者、決定3番勝負第1局。長瀬拓也王座、28歳、藤井聡太2冠、19歳戦が行われます。これまで、豊島正幸竜王、31歳の後に生まれた騎士が、竜王戦7番勝負に登場したことはありません。 長瀬王座、藤井聡太二冠のどちらが三番勝負を制しても、初の竜王挑戦となります。長瀬王座は、今季、最高クラスの一組で、堂々の優勝を果たしました。本戦では、ベスト4の位置から登場。梶浦博史孝七段、四組優勝の快進撃を止める勝利で、 超決に進みました。長瀬王座が超決に進出するのは2015年以来2度目となります。藤井聡太二冠は今季2組で優勝しました。藤井聡太二冠は竜王ランキング戦においてデビュー以来無敗の24連勝中という信じられないような記録を継続中です。 ランキング戦では5期連続優勝。本戦進出も5期連続となります。藤井聡太二冠は、今季本戦では、山崎高行八段、一組3位。八代渡る七段、二組優勝を下して、ついに超決まで進出しました。長瀬王座と、 藤井聡太二冠の過去の対戦成績は、長瀬一勝。藤井聡太四勝です。昨年2020年の棋聖戦、王位戦、そして今年2021年の竜王戦と、三度目の超決での対戦となりました。豊島竜王との対戦成績、8月7日時点は、 長瀬王座は8勝7敗に、持ち将棋で勝ち越しています。一方、藤井聡太二冠は4勝8敗で負け越しています。現在は、王位戦7番勝負、明王戦5番勝負で現在、豊島竜王、明王と対戦中、対局数はどんどん増え、星取りもまた大きく変化していくかもしれません。 もし竜王戦でも藤井聡太二冠が挑戦すれば、三つのタイトル戦の番勝負だけで7プラス5プラス7イコール最大19局、指す可能性があります。これまで同一カードによる年間最多対局数は23局、2000年度、羽生義晴、谷川浩二、2005年度、羽生義晴、佐藤康光。 場合によっては、その数字に近づく可能性もあるのかもしれません。藤井聡太二冠。竜王戦挑戦者決定戦へ8代7段に、勝利将棋の藤井聡太二冠、19、イコール多い。規制イコールが6日。大阪市福島区の関西将棋会館で指された第34期。 竜王戦、読売新聞社主催決勝トーナメント、決勝 T の準決勝で、八代渡る七段、27、に96手で勝ち、挑戦者、決定三番勝負進出を決めた。対戦相手は、長瀬拓也王座、28、で、挑戦者、決定三番勝負の、第一局は8月12日に刺される。 三番勝負の勝者が豊島正幸竜王31イコール A 王と合わせ二冠イコールに七番勝負を挑む。対局は午前10時に始まり、午後8時19分に終局した。藤井聡太二冠が竜王戦挑戦者、決定三番勝負に進出するのは初めて。終局後、勝った藤井聡太二冠は、 竜王戦で、超決まで進めたのは初めてで、嬉しく思います。三番勝負の第一局がすぐにあるので、それに向けて、しっかり状態を良くしていけたらと思います。相手の長瀬王座には、VS、VS という1対1の練習将棋で普段から、教えてもらっています。序盤の作戦が豊富で、 中秋版も気づきにくい講師を多く差されている印象がありますなどと話した。敗れた八代七段はちょっと押されて、見ていただいている方に申し訳ない内容になってしまったかなと思っています。今はこれが実力という気もしています。竜王戦決勝トーナメントは注目される舞台で、 出場できたのはありがたいことと改めて感じました。この場に戻って来られるよう頑張りたいと思いますなどと話した。竜王戦は、将棋界にやっつあるタイトル戦の一つ。次のオーディオビデオでお会いしましょう。